はい、皆様こんにちは。まだ日が高いんでね、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。オリックさん、札幌で連敗ですよ。まあまさかの連敗だね。まあ、昨日も悔しかったけど今日も計算外だもんね。吉野くんで完封負けよ。完封勝ちは想像もしたし期待もしたしというゲームだったんだけど、今日は完敗です。伊藤投手の前に完封負け、まあ、ヒット5本でね、まあ、5本ではあるんだけども、まあ、9イニングスあってそのうち6イニングスでランナー出してるんだよね、だからランナー出なかったのは3回だけ、つまりまあ攻めてはいるんだよ。でやっぱりあと1本が出ないというねこと。で逆に、ファイターズは、3イニングスで得点したんだけども、ランナー出たのは4イニングスだけ、そのうち3度ランナーがやっぱり帰ってきてるんだよね。まあ、この差がね、まあ、これをまあ比較したところで意味はないんだけれども、まあ勝敗という点で言うと勝負を完全に分けましたね。で、まあ、吉野君も毎回毎回もちろんいいわけじゃないし、今日もあの例えば序盤とか中盤先に点を取ってあげていればね、全然違う展開にもなっているだろうし、まあ初回の、まあ、失点というのもピンチから打ち取った打球をゲッツー取れずにという形での失点でしょ、だから、まあ、まあハードラックというかね、アンラッキーな部分も当然あるんだけども、まあ、本当にこう苦しい中で、あの監督も以前もおっしゃってましたけども、やっぱりこうピッチャーを楽に投げさせてあげられていないというね状況がずっと続いていて、なんとかこう楽な状況を作ってあげたいんだけども、そうなってくると全然ピッチャーの気持ちも投球も変わってくるし、攻め方も変わってくるしね。まさにあの今日のゲームの中盤以降、伊藤投手なんかは、まあ、あの最初の1点もらって、まあ、最初序盤はもう本当緊迫したゲームではあったと思うんだけども、中盤に追加点もらってからはまあ随分楽になって思い切って攻めていけるもんね。その差は大きいと思いますね。まあしかし吉野君で、負けることは、まあ、僕らもあまり想像していなかっただけにね、辛いですね。で今日中嶋監督が少しオーダーいじってきましたもんね。宗君を3番に置いて2番に大城君を入れた、4番に正隆、5番に啓太で6番に真川氏、7番にラオ、ね、という中で、まあ今日まあ5本のヒットを放つんだけども、やっぱりこうなかなかつながってこないし、まあ、単発というイメージがありますね。でまあなかなかこう例えばランナー2塁にいてシングルヒット1本でなかなかホームに帰ってこられないし、ランナー1塁でツーベースを打っても1塁からもちろん帰ってこられないしというね感じ、まあ、そのいろんな条件とか状況はあるんだけれども、やっぱりそういったところで、ランナーが残ってしまう大きな要因でもあると思うんだね。まあ、どういう打順がいいのか、監督も本当頭を悩ませてるんじゃないかなと思いますよね。まあね、でもどうなんだろうな、全く打てていないわけじゃないんでね。ただやっぱり思うのは長打がない、これがやっぱり、でやっぱりあのハムの場合はやっぱり、上川畑がツーベース打ったりさ、宇佐美がホームラン打ったりとかって長打が出るんだよね、やっぱり。でオリックスの場合は本当長打が出ないんで、なかなかヒット3本はつながらないし打てないよね、あの1イニングにということで、まあ、長打不足、なんとか長打打てる、打者急募っていう感じですよね。優遇しますみたいなね、感じなんだろうけどね。まあそこをどうしたらいいのかね。じゃあファームにいてその長打を打てる選手、今もちろん一軍にねいないわけじゃないんだ、いないわけじゃないんだけども、なかなか出ないという苦しさがありますんでね。まあこうなってくると明日はもうなんとかスイープだけは避けたいという、日曜日なんで、まあもう今日のことはぐだぐだ言ったところでもう仕方ないで、まあ僕はもうあのツイッターにも書きましたけども、もう負けた瞬間に切り替えました。はい、というわけで残念な結果ではございますがね、まあ、吉野君にはまた来週頑張ってもらって、頑張ってもらいましょう。そう、全部は勝てない、
野球ってさ、100%のスポーツじゃないんでね、失敗のスポーツなんで、まあ、その失敗をいかに少なくするか、成功の確率をいかに上げていくのかというスポーツなんだけども、なかなかその確率が上がっていかないというね、失敗をもっともっと減らしていかないということなんでしょうけどもね。というわけで、明日もう一つ札幌でゲームがあるんで頑張ってもらいましょう。というわけで、残念すぎますが、から元気でお前喋っております。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。皆さん、心中お察し申し上げます。現地の方、本当にお疲れ様でございました。北海道の空気を満喫してきてね、